願いします。お願いします。ユニバチームの、ユニバチーム好きなもので言ったらね、はい、藤井真史さんって阪神タイガースが好きで球場とかにも行ったりもしはる人なんです、はい、今年も行きましたよ、一回。で、黒井さんって野球が好きというかスポーツが好きじゃないですか、はい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 、っていう状況で僕そのサッカーが好きな僕から、はいはい、阪神タイガースの今を聞きたいんですけど、うん、いいね、めっちゃおもろいですね。おもろいなんかめっちゃおもろい。最近ちょっと食いついてますよね、ツイッター。いやだって、はい、試合結果見たらサッカーみたいな試合の点数の入り方してません0対1で負けてたりとかするじゃないですか。たまにラグビーみたいな点の入り方してるいやこれもうほんま普通に僕なんか見間違えたんですよ、はい、うん、そのサッカーでいうところの、うん、あの阪神の神がつく、その神っていう字がつくところにビッセル神戸とかがあって、うん、ほんで、言うたらいろんな地域がある中でついてるところで、うん、その阪神対広島は僕ビッセル神戸とサンフレッチェ広島の試合っていうぐらい見間違えたんです。点数だけでね、スコアがパッとこうその言うたらパンと SNS で流れてきて、で自分の好きなものが流れてくるから、あ、ヴィッセル神戸とサンフレッチェ広島の試合、あ、この試合、あ、こうなったんやと思ったら野球やったから。でも1対0とか2対0とかの野球の試合もようあるよ。まあようあるとはいえ、なんか それがよく流れてきたので、まあ予定取らんチームやで。しかももうその情報としたら、まあ開幕してまあ数試合とか十何試合ぐらいのレベルでこう来たから、でサッカーもまあ今それぐらいなんですよ。だからあの頻度がググって多すぎたから、こんな点入らんのとか。開幕戦は点取ったんやで。そうなんからしいですね。そうやで、はい、8対1かぐらいまで5回ぐらい、ね、勝ってたんやで、はい、もう勝ったと誰もが思ったんやで。へえ、うん、それで負けちゃうんですね。なあ、面白いですよね。今日現在で1勝14敗そうそうそう、わすごいすごいよ。で、そ見に行った日がたまたま勝った日なんです僕。何してんねんの、毎日行け毎日行け君はそういうことするないや、なんでやねん、ゼロ勝の方がだってね、面白いやん。まあ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 、まあ、何を一勝させてんねん先般ですよ、あなたは。なんでやねん、一回だけ行くから勝たすんだ、毎日行って、うん、全部勝ったらいいやん。いやいや、そんな力はないですけど。でも、なんかサッカーでも同じようななんかずっと負けてるチームなかったでしょ。それこそヴィッセル神戸が開幕10試合で未勝利ですよ。え、今のとこまだサッカーってさ、はい、あのまあ、野球ってある程度あのどういうてその差のないスポーツっていうのも変な話やけど、はいはいはい、まあ、阪神が十何年前もしてるのにそれ言うとおかしな話も分からへんけどさはい、はい、でも高校野球とかでも、ほらその何もないやん、うん、普通にやれはるやん、対戦相手チームがとか、うん、でもそのラグビーって極端に強い学校と弱い学校ってもう明らかすごいことがありますね。そう、で関大阪なんかで言ったら何百校の中から選ばれた代表だし、うん、で四国なんか10個ぐらいの中から代表選んで選ばれたりするから、それは1回戦で当てたったらかわいそうやでっていうのがあって、うん、そこを当たらへんようにしたりとかするやん、はいはいはい、サッカーはどんな感じ。サッカーは高校のトーナメントとかだったらそれこそスーパーシードって呼ばれるようなところがあったりとかして、うん、もう1回戦で当たったらもう絶対勝つから、もうその決勝までもうこうドゥーンみたいなやつがあったりとかするんですよ、うん、まあ、それがまあ高校レベルとしたら、うん、まあ、その、プロ野球に置き換えて考えたら J リーグの中でもやっぱその明らかにレベルの差があるんですよ、うんうん、ただよく言うのがやっぱスポーツって何が起こるかわからないから、うん、まあ、一旦、まあ、それやって結果が違うことは多分あるけど、うん、まあ、大体まあこうなるよねっていう感じにはなりますね。予想通り、まあ、明らかに強いところは、明らかに強いところはね。うん、野球って面白いもんで順位予想大体当たらないですよね。当たらないね。開幕前にやる、あ、なんか去年だとね、結局団体スポーツは、まあ、はい、サッカーもそうやと思うんだけど、はい、やっぱりその一流選手が怪我するとかっていうのは当然出てくるわけやから、ね、うん、今のオリックスで山本由伸怪我したら大変よ、うん、っていうのが出てくると、うん、やっぱり全員が全員揃ってたところの、うん、順位予想でしょ、うん、こいつ怪我するでっていう予想ができへんわけやから、はいはいはい、それは分かんないですもんね。それはしゃあないでしょ。ああ、なるほどね、うん、あ、でもなんそれを予想するのが楽しかったり楽しいか知らんけどな勝ち合ってるんですよね。ちなみに、はい、あの今年阪神で何勝するんですか。いや、それ3勝ぐらいします。3勝しますあ、ほんまですか。頑張って。いや、悪くないんですよ、その噛み合ってないだけで、うん、みんなそんなばっかり言うて
もうでもね、ここまで来たら噛み合ってないだけでとか、たまたまやから問題じゃないで。そうなんですけど。せやで。いやでもまあちょっともうね、ここまで来たらもうね、おもろいですよね。もう面白いし。めちゃくちゃ面白い。もおもろい。矢野さんが今年で辞めるって言うと最後まで持つかどうかもな。いやそうですね。そうやね、この間だったら。僕だからぜひともですよ、はい、矢野監督はもうやっぱ続投してほしいですね、来年も。もうこうなったらもう今年あかん。このままではやめる言うたけど、今年ってこれ降りられへんから続投させてくれ。もうなんか今年一回やめるから、何もう一回やらせてやってくれ。もうやそれありっすね。めちゃめちゃ叩かれますけどね。いやもう叩かれてもええと、はいはいはい、もう今年こうやめる言うたけど、これやめられへんわ言うて、はいはい、もう明らかにしんどそうな顔してるんですよ、監督がね。うん、そりゃそうなりますけど、まあ、あれ見てても、もう新庄ビッグボスぐらいにやっといたやろな、ね、楽しそうに。ちょっと買ってますからね。買ってるよ、じゃあもう最近。あ、そうなの、何倍買ってるか。そんな強いですか。やっぱり今、阪神1やから。そうか、阪神1やから3勝してたら3倍買ってる。何倍買ってるか。わからんもんやな。そうですね、楽しみですね。楽しみですか。うん、楽しみですよ。何が楽しみなのか。もうどうなるか。もう歴史的な1年にね。歴史的、確かにそうなのか。もう流れやから、流れば変われば、ちょっと連勝も悪ないんすよ。まだいらっしゃる。打線もね、点取ってないけど悪ないんすよ。こんな異様な阪神は絶対に異様な。悪ないんすよ。今僕ちょっとぎっくり腰なんですけど、打ち取れんちゃいます。いやー、バカにすな。打ち取れる。完封できる。こんな球見たことない。もうひよってもうて打たれへんのちゃいます。こんな球見たことないわ。多分届かないですもん、多分。どうしたら勝てるの、この阪神ファンとしては。うん、それ最後ちょっと聞きたいです、うん、これ、言っていいんすか。言うてください。言えもう、矢野監督が見てる思うて言うと。わかりました、うん。スワレスを戻してください。なんやそれ。ちゃんと言って、満を持してる。なんすか、満を持してる。戻ってき変なの。そうやないや、今の俺戦力でどうやったら勝てんねん。今の戦力で、はい、行こう。それ行こう。そうですね、近本3番打ってたんじゃん、この間。いやいや、なんかまだ戻しとったんですよ。戻しちゃったんだ、はい、戻しちゃった。3番もうずっと使う。でも3番になった時に勝ってんの。はい、で、高山と江越を上に上げてずっとスタメンで1年間使う。上というのは何ですか。一軍です。一軍、はい、もうこれしかないです。本当かいな、はい、ないらしいです。これしかないです。